こここんにちはスキップの寺田です歩くくとが楽しくなるチャンネルへようこそ今回は「60歳からの筋活」という本をご紹介しますタイトルにある「筋活」とはきちんとしたエビデンスのもと筋トレと有酸素運動に加えストレッチや食事など生活習慣の工夫も含めて筋肉を維持あるいは強化する活動のことです本書では「元気で一生歩ける体」 動ける体を作るために、この筋活の必要性や筋トレの方法が分かりやすく具体的に紹介されています。この動画では、僕自身が読んで面白かったところや、実際の筋トレ方法などをご紹介したいと思います。それでは早速参りましょう。著者の久野信也先生は、筑波大学大学院人間総合科学研究科の教授で、スポーツ医学の分野において中高年の筋力運動、 サルコペニア肥満、健康政策などを研究されています。本書は、50代、60代以上で最近疲れやすくなった、いくつになっても自分の足で歩きたい、一生動ける体を作る筋トレ方法を知りたい、といった方にお勧めします。最近疲れやすくなった、体力が落ちた、そう感じられることはありませんか 野先生の研究室の研究によると人間の体は30代をピークに40歳以降毎年1%ずつ筋肉が減少するとのことこれは10年単位で10%になり70代になると20代の半分の量しか筋肉がなくなってしまうということですこのように加齢とともに筋肉量が減少することをサルコペニアと言いますサルコペニアは、 今や40歳以上の約4分の1、80歳を超えると半数の人に見られると言われています。そして筋肉量が一定基準を下回り、BMI が25以上の肥満になること、つまり筋肉量が少なく太った状態をサルコペニア肥満と言います。40代以降の男女6000人を対象に行ったサルコペニア肥満の調査では、 男女とも60代で増え始め70代以降ではサルコペニア肥満の方が約3割に達するという結果になりました高齢者の方がこのサルコペニア肥満になると転倒や骨折をしやすくなり単純な肥満の方より高血圧や糖尿病のリスクが高くなりますそれではサルコペニア肥満を予防し健康長寿を目指すためにどうしたらいいのでしょうか 久野先生は、60歳からの筋活として、筋トレでピンク筋を増やす、ウォーキングなどの有酸素運動を行う、食事を工夫する、という3つのセットを主に推奨しています。私自身がメタボになりかけた経験がありましたが、この3つの組み合わせで筋肉が若返り、現在もベスト体重をキープしています、と久野先生 僕たちの体の筋肉を構成している筋繊維は2種類あってそれぞれ側筋チキンと呼ばれています側筋は白っぽい色をしているので白筋とも呼ばれ主に糖分をエネルギー源として瞬発的な力を発揮する筋肉のこと敵が来た時に素早く動くヒラメのような白身魚に側筋が多いと言われていますチキンは赤っぽい色のため接筋とも呼ばれ 持久力に優れ脂肪を燃焼しやすいことが特徴でマグロのような海遊魚はチキンが多いと言われていますそしてこの瞬発力に優れた側筋と持久力に優れたチキンのいいとこどりをしたのが中間筋であるピンク筋ですピンク筋は生まれつきその割合が決まっていますがトレーニングをすることで側筋の一部をピンク筋に変えることが可能とのことそこで今回 下半身の筋肉が衰えやすい中高年の方におすすめしたい、このピンク筋を増やすために最適な筋トレ法を2つご紹介します。その1、スモースクワット。まず、足を肩幅より広めに開いて立ってください。4秒ほど時間をかけて、ゆっくり腰を沈めていきます。ゆっくりと片足を上げ、四股を踏むように、 足を上げてから下ろしますこの時膝とつま先が同じ方向を向くようにしましょう四股を踏んだ後はゆっくり二回腰を下にグッ,グッと沈めましょう反対の足も同じように四股を踏みます十回を一セットとして三セットが目安です朝昼晩の 3回に分けて行いましょう。2つ目は、巻きわりスクワットです。このように、肩幅に足を開き、体の前方で手を組みましょう。4秒ほどかけて、腰をゆっくりぐっと沈めます。お尻を後ろに突き出すイメージで、この時、膝がつま先より前に出ないように注意してください。 巻き終わるように、腕をゆっくり5回上下に振ります。この時、腕は90度しっかりと上げましょう。終わったら、3秒かけて最初の姿勢に戻ります。巻き割りスクワットも10回を1セットとして3セットが目安です。朝昼晩の3回に分けて行いましょう。 筋を主に使うウォーキングだけでは側近の筋肉量の減少を防ぐことはできないと久野先生が言われているように健康長寿を実現するためには側筋ををを鍛える筋トレとと使うう有酸素運動の両方を並行行して行うことが重要です今回ご紹介したピンク筋のトレーニングはこの両方をいいとこ取りしたものになりますがそれ以外にも中高年以上の方が効率よく 下半身の側近を鍛えられる筋トレの方法をはじめウォーキングや食事のポイントなどもわかりやすく紹介されていますのでご興味がおありの方はぜひ本書をご一読くださいね100歳の双子姉妹として国民的人気となった金さん銀さんん銀成田金さんは100歳を過ぎてから筋トレを始めついに杖なしでも歩けるようになったそうです 筋トレもウォーキングも何歳から始めても遅くはありません。使えば筋肉はちゃんと応えてくれます。あなたにもその事実を知っていただきたくて本書を紹介させていただきました。ということで今回の話は以上です。それではまた次回お会いしましょう。